また黒船に乗ってペリーが来たか。しかし幕府としては開国には応じられぬ。断固として拒否せねば。皆さん、お久しぶりです。ん、あれ、あのペリー長官はどちらかな。はい、何言ってるんですか。私がそのペリーです。は、え、何、え、ペリー長官おなごになっちゃったの。イエス。嘘をつくな。1回目の時はカツラの親父だったではないか。ほらカツラだってバレちゃったの。当たり前だ。技術の日本が持つ鋭い目を侮るなよ。こっちが恥ずかしかったわい。つかぬことを伺うが、そのサイズは G です。 G など我が国では聞いたこともないぞ。くそ、ちょっと開国したくなってきた。アメリカの女性みんな G です。なんとそれはまことか。イエス、アメリカの女性は全員ハンバーグ食べてジム行くので OG です。おお、横文字はよくわからんが理にかなってそうだ。おなごがみな G の光景想像するだけでたまらん。そんなことより、開国のこと考えてくれましたか。ああ、実はそのことなんだが、今日またカオスと日本に来るまで毎日ずっと日本のことを考えてたんだ。おお、甘酸っぱいな。何この乙女心。この子本当に黒船艦隊司令長官。今日返事聞くんだと思うと緊張しちゃって、昨日とかあんま寝られなかった。可愛らしい。逆にこっちが緊張感なくなるわ。それにしてもこの辺のビーチ、海綺麗だ。泳いだら気持ちよさそうですね。おう、もし開国した暁にはぜひ女子旅行で海水浴に行かなきゃ。よい皆の者、一応海水浴場オープンの準備は今のうちに進めておくように。なあ、じゃあ開国してくる。開国はす、いや、やはり開国はできない。外国は受け入れないというのが幕府の方針なのだ。そんな、すまない。こんな格上日本の人たちともっと交流できたらな。ここはもう開国する。いや、ダメだダメだ、やはり幕府の方針には逆らえない。ここまでやってもダメか。わかりました。ついに諦めてくれたか。もし開国してくれたら、二人だけでこっそりパンケーキ食べに行こう。文明開化の音がする。開国。